田原城を救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクグスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてその背後には猿に似た妖魔の姿が見て取れた。ご中心、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるようなわからないような報告だよ。でも武田の騎馬隊か、君は雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。以前の戦いよりも手強い相手だ。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。メッス、操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思うわ。潮丸様の敵を倒す、全て倒す。操られている。おお、反復つかまつったり。まずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。敵に当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将仕留めたぜ。敵に当てろ。ここは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。歓迎してやるよ。
骨ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしといて。敵将仕留めたぞ。一人をでな、操られてる奴らが人間離れして強い。じゃね、まずは悟空を倒したい。手伝ってもらえると助かる。木村様はまだ術で操られているはず。なんとかして助けないと。ここまでか。撤退せよ。清盛様のために死ぬ気で。あれ、君俺を助けてくれるの？外に片付けない。助けてくれるんだ。おっとやべ、戻れ戻れ。悟空のやつをなんとかせにゃ。実は解けんか。遊びたいのか？いいぜ、そらよ。大盤振る舞いだ。楽しんでってくれよ、チビザル。久しぶりだな。俺様がいなくて寂しかったか？正々しとった。お前がおると世の中騒々しくてからわ。すぐに旋回に送り返しやろ。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。
私はここで何を。今じゃ鉄砲隊打ちかけ。私は一体。おひゃ、こりゃうかつに近づけん。ここは忍びの出番でしょ。執着至極に存ずる。操られていた間は体調がとても良く、とはいえこんな体験は二度とごめん被りたい。なんと活力にあふれた武勇。人を斬るのも斬られるのもなし、そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。雪村さん、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。私は一体何を。雪村さん、よかった。雪村様が戻らなかったら私。すまぬ、そなたには本当に心配をかけたようだな。意志を奪われ操られる、あの感覚はひどくおぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。オロチの世界を包んでおれ。
奴ら、より大きくなって帰ってこよう。わしは、大森と共にオロチを待つ。完全に危険人物ですね。ここで消えてもらった方がいいんじゃない？見て俺、やあ、私たちの勝ちだぜ。妖術に操られていたとは。私も心の健康まで損なってしまうとは。踏んだり蹴ったり。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。蓮子殿の術は解けていない。だが救えるはずだ。ならわしらも一緒に行くか。みんなで集まりゃいい方法が見つかるじゃろう。さすがだな。